はい、どうもリッチです。さあ今回もスタートアップカンパニー続きやっていきましょう。さあ前回ね、飛躍的に伸びまして、とりあえず素材が足んないですね。作りますか。2人できないんで2人追加して、で、まあ、作れない部品等はちょっと買ってるんですよね、お金に物を言わせて。で、ちょっと広告も打っていきますか。で、前回こう統合したんで、めちゃくちゃありますね。選び放題。我が社がね、主導権握ってやっていけると。いや、完璧ですね。あ、君はないんだね。こいつのとこが何人かが分かんないな。30万人ね。30万人をベースに見ていきます。まあ、30万の中で多いか、30万超えて多いかだよね。これだね。これ、いじれんの下げる意味はないですけどね。よしよし。で、一応これペナルティありますけど、これ下がる条件って、例えば、まあ、自分でね、まあ、その、構成してる、まあ、サービスの中で、極端にね、なんて言うんだろう、レベルの差を作ったりすると、サービス、ユーザー離れるんですけど、あ、超えたね。よし、もうその話はいいや、じゃあ。さあ、これまで以上にトリプル U の財政状態が健全になりましたね、と。うちの会社名じゃないからね、これサービスだからね。そこをピックアップするんだ。私たちがわずか1ドルの収入を稼ぐのに苦労していた頃を思い出しませんかと。あ、確かに収入、多分ね、純利益的なことでしょ。総利益じゃなくて純利益だと思うんですけど、もうそういう時代も超えてきたんだと。で、投資家たちが新しいクラブに入会しやがっているんですが、それはただのゴルフクラブではありません。ユーザー数1000万人のクラブなのですと。役員の誰もがあなたのリーダーシップを完全に信頼しており、トリプルユーザーの数を確実に1000万以上にするために多額の資金を受け取りました。1000万人すればいいんだね。今170万人ですからね。無理でしょ無茶言っちゃいけねえよと。他のサービスもありますから。できないかな。動画再生モジュール、ちょっともっと買いたいんで、こいつ増やすか。アウトソーシングの人、探してもらいましょう。今、研究。間に人雇う人を雇うか。こいつを2つ分けてますけど、こうね、いちいち変えるのも大変ですからね。雇ってもいいかな。金ありますからね、我が社には。少し進めていきます。さあ、少し株見てみましょう。さあ、今週ですかね。グローバルカーパーツが非常に上がっていると。車部品かな。で、デイリーモーション的なやつが下がっていると。いないぞこいつ。届けられましたと。あ、待機中か。じゃあゲーミングのためのやつを買いましょう。これからはね、あんまり作らなくていいように、動画再生モジュールかだけでいいのかな。これ1000個あるけど売ることもできますからね。最悪それもありか。あんまりないんじゃないかな。動画再生モジュール、モジュール、モジュールだよね。まあ30個くらいでいいかな。高めに出すんで、パパッとね、買ってもらおう。待機中、暇なのね。とりあえずユーザー数の少ないものは排除しながら、単価が 3.6 切るものも4切るものは捨てよ。これいいね。さて、あ、君でいいや。はい、どうしようかな。まだやっとっかな。まあ一旦研究者でも振っとくか。座る場所はね、雇っていきなりね、君の席ないからって言われてますから、彼は。さあ、とりあえずトレーニングしてもらいましょう。こちらの成長はできますかね。あ、これを買ってるんですよ。メールモジュラー作ってるね。 UI セット作ってるのかな。で、ここに合わせながらやっていくんですが、ちょっと上げれるとこまで上げます。最高レベルあ、そうか、これでアップグレードね。トリプル、これストリームだっけ。ストリームか。
じゃあ一緒に行きますか、500レベルの高みへ。えげつないな。フロントエンドモジュール買うか。50にし、あ、ねえわ。なくなりましたね。フロントエンドモジュールを20個、あとは何がいるかな。動画再生ちょっと買っとくか。20個、10日でお願いね。まあ、勝利益が今ね、1日あたり4万3000来たね。1ヶ月なら12万9、129万か。多いですね。で、こっちは伸ばさないといけないんですけど、まあ、しばらくは待ちかな。で、サーバーもおかしいですね。おかしい、おかしいか。足んないですね。1個でかいの買っときます。ここもちょっと、ダメなんで、2つ買っておきましょう。ここは大丈夫で、トリプルもちょっと危ないかな。久々にここ行く？これ増やそう。アップグレードできんじゃん。あー、大変なんだよねこれね。これ1個ずつ買えばいいんだよね確か。合ってますか？こんなこれ大変なんですか？これもじゃああげましょうか。だいぶいけそうだね。普通に買おう。3個ずついいんじゃない ?2、3、1、2、3。あまり小型ウェブサーバーで。で、一括設定で設定して、全部動いたのかな。ウェブサーバー2560。温度大丈夫ですかこれ。空調買いましょうか。5万ワット。温度30度ならいいかな。まだいいや。さてさて、トリプルウッドですか。35000、そんなもんか。35000ですね。高温、あ、高温ですよやっぱり。おお、来ますか。ほらどうですか。27度。ここ自体が78度と。データサーバー、キャッシュサーバー、下げるものないもんね。どこまで下げればいいんだろう。高温のため低下しましたと。こうか。な、あ、70度がダメなんだね。え、1個ずつやんだ、これ全部。え、もしかして。本気ですかこれは。なんか統一ないかな。ラックでさ、俺やって解除ですよね、これね。こうじゃないか。ないんですかね、統一して変える何かないんですか。ないかな。コントローラーっていうのはなんかいじれそうですよね。そこを使って。ちょっとこれは研究を見よう。あれちょっと効率悪いわ。今はダメだね。ちょっと買います。じゃ今後には期待持てますが、ちょっと、なんだ？ご協力ありがとうございますと。申し訳ございませんが、当社は主に中小企業に高速で安価な仮想サーバーを提供することに注力しています。したがって、追加のサーバーご提供いたしかねます。おお、限界があるのか。ここがもう買えないんでね。トリプル U に今やりすぎたんで、自前で用意しろと。
これ一応10個でまあ1個分みたいなもんなんで、他に割り当てるとしながらも、まだいけ、あ、まだいけるか。お、変えたね。広告今ないよ。で、確かに今ないので、ちょっと研究で、サーバーのとこやって、やるか。マネージャーそうだね。これ統合しないといけないんで、ここはしっかりとやって、いい仕事をね、共有して、まあ、よりいい方を預けるとしましょう。今減ってんのかな？ちょっと待って。もうこれでいいや。でもお金あるんで。減ってはないか。よし、OK で、もうちょっとで。君は、UI 要素がないと。作っていますが、非常に多分いるんでしょうね。一線借りますよ。UI 待ち、多分 UI 作りすぎるとね、なくなるってことで止めてるんだろうと思うんですけど。一個か。雇いますか。さて、今週はクロスフィットハージャーですか？何の会社でしょうね。ちょっとまあ、買いましょうか。今 24% 持ってるんで、もっとね、買ってやろうと思います。しかも下がっていると。おお、めっちゃ上がってる。何があったんだ？3万2000。今215万ありますからね。届けられましたと。ただ今ねサーバー的な問題で厳しいので、いきます。オフスティングですね。人なのかな。システム管理、コンポーネントを作成、そういうなんかあそこを管理するやついなくない？システム管理者かな。こいつ作るだけですよね。あんまり関係、あんまりというか全く関係ないか。強化しましょう。あ、増えないね。そっちの調査がいるか。ってのこっちですよね。100万人以上のユーザーを抱える大規模ウェブサイトに最適ですと。これダメじゃん。じゃあ、あ、追いついてないんだ。トラフィックのウェブサイトにのみ適しています。より素晴らしいサーバーね。100万規模なら、じゃあこれか。大型ラック、ハイテク空調、集中型クロックレート。あ、来た、コントローラー、これだ、これ。これ買おう。これ、いんのかな？とりあえず、これですよね。30度で。電気やばいな。あ、足りないわ。280枚いるわ。貯めますか。で、33歳ですか？非常に老いてきましたね。お金貯めるならこいつらね、ちょっとあんまりいいかな。やってる場合じゃなくない？何がないんだろう。ここは違うか。ないので言うと通知モジュールとかデータベースレイヤーとかになりますが、フロントエンドモジュールでも買うか。仕事を適当に与えよう。適当に伸ばしていいよ。変わんないか。さあ、お、そういえば株かなんかありましたよね。これは違うけど、もう無視しちゃったか。変えようみたいなのありましたよね。さあ、ゴールドシーカーズが上がっていますよと。さあ、今日はどうかな、見てみましょう。お、いいですね、下がってます。最近ね、コロナでだいぶね、株、まあ、全世界的に下がってますけど、
アメリカのナスダックっていうところがねあるんですけど、まあ、そこだけもうほぼコロナ以前に戻ってますからね、株価。これもその勢いで戻るの前に買いますか。戻る前にね。下がんないかな。すごい上がってるよね。そうでもないか。見かけは上がってるけど、あ、でも、緩やかに下がったって上がってるっていう、そういう株価的な動きしてたんだ。じゃあまた下がるんじゃないかな。結果的に上がってるもんね。今一応1日4万はキープしてるんで、いい感じですね。少しちょっと削ります。今はサーバーの強化のために、管理のやつをやってやります。まあ、1個ずつ細かくやってもいいですけど、大変なだけなんでね。それなら、まあ、ゲームのやつで買ってやればいいかなと思うので。で、金もなくなるかな。なんか、買いますか。これ個数見れないもんね。売ってみる？間違えた。タスクの検索何かできるんだろう。調査対象のコンポーネントモジュールに限定する。あ、いいや、適当にしてて。検索してもらってどうなるか分かんないと。最高来ました。一応上げときますか。これ一気に上げてもいいんですけどね、ライセンス料が一応かかってしまうんで、しかもめっちゃ桁が違うんで、まあ減った方がいいかなと。病欠交渉できるよね。交渉は別ですもんね。ここね、確か、28万なんで、289万か。なんで、ちょうどいい感じのやつがあったね。じゃ72かな ?73 かな繰り返す、これ、連打すれば。OK、OK。君の方が30万超えか30万、300万なんで、300万超えか300万なんで、それくらいで高いのがいいだろうと。ちょっと合わないな、こいつ。340万じゃん。片方買えないと。いけねえよ、連打しよう、連打。舐められてますね。これ来るでしょ。OK。260や290から400くらいかな。ざっくりしますけど。でこちらはまた低いね。300から370くらいでいきましょう。でちょっと多いな。やることがない、別に。研究者に振るくらいか。結構33歳老いてきましたからね、しっかりと資産形成していかないとね、彼の。こいつめっちゃお金あるでしょ。別に。いりますか老後の年金は。こいつこんだけ金あるならね、適当に配当金の株をめちゃくちゃ買って持ってれば、配当金で暮らせると思うんですけど、彼はもうそういうことの方がいいんじゃない？退職よりね。さてさて、あと30万かな。株売ればいけそうですよね。いくらあんのこれ。結構ぶち込んでますけど、一応投資額が366万で、市場価格が371万、 1% アップと。371万で5万1000しか合ってないのか。下がったね。買うか。だからやめとこやめとこ。進まないですから。で少し削って、てかこの辺の上のやつもいらないかな。人数に合わないんで。少ない上に安いと単価安いはその人数分払われないんで最悪ですからね。黙ってもらいましょう。さあ、やべ、サーバーが死んでいる。サーバーが死んでいるぞ。いっぱいだ。いや、ダメだ。売るかなんか。売ろう。
だめだ、やってらんない、やってらんない。でもそんななくないか。いやー、他のサービスの成長止めてトリプルに全力振ろう。動けばいいんですよね。ちょっと足んないんだよな。買い方になってダメだよね。ちょっとお金余らせるような買い方しないと危ないですよね。こいつは何か見つけたんですかね。タスクを探しています、検索していますと。あ、こういうことか。でね、これどういう見方をするんだろう。これ買う、あ、買うのかな。多分そういうことですよね。あ、ん？買うんだよね。一応数見れますけど、落札に入れるのか。いや、いい。タスクを作成で、じゃあ買うだけか。モジュールを販売することで、あ、でもやっぱ売れてるか。じゃあこれで見て売ればいいのか。だからそういうことですよね。これをいや買ってるよね、これ明らかに。落札者ですっていうのは。え、これでこの値段、じゃあ時間までにオファーが来たら買うのかな。安くね、明らかに。やっぱ増え、あ、ん？あ、じゃああれかな？この値段で売れんのかな？ちょっともう一回やろう。これに関して分かってないよ。最初の値段が低くないだとしたら。これ以上売れないんだけど。あ、ここ買いたいと。買いたいところに、ちょっと待って、ないんですけど。ある分で出るんじゃないんだ。よくないよくないよくない。ちょっと誰か。より低いね、頼む。ちょっとペナルティー払うはめになるよ、俺だと。オッケー、ありがとう。よし、もう離れ物のとこから。あるものに限るようにしないといけないんだね。調査対象のコンポーネントモジュールに限定する。ないですもんね、これもね。あ、これはあるぞ。そんな難しくなくない？ 5100、 市場破壊でいきましょう。こういうのもあるんですね。これ高いぞ。あ、ないな。やっていますね、ここはね。できてないのかな。んめっちゃ多いね。25,000。これは大変だね。あんまりやるべきじゃないな。2人いますからね。お、一応変えますね。ちょっと待ってね。しっかり組んでから行きましょう。もうじき300万か。少しスケール変わりますね。74かな。あ、って言いましたね。33くらいか、ここは。33くらいでいいやつ。んー、しょぼいのしかないな。お、これいいんじゃない ?34、お、ちょうどいい。7くらいでいきましょう。7、7、7超えていこう。そうそうそう。よくわかってるね。で、消しまくるか。過剰に増えますからね。よし。ちょっと100万しかあまりないのに買うの怖いな。利益はあるとはいえ、次お金買ったら終わりますからね。買いますか。100万しかない。昔はもっとあったのにね。これを、あ、サービスなのかな。ラックの1にやって、ここコントローラー1でしょ？どこまで下げればいい？
わかんない、見てもこれだと。お、いけてるいけてる。47度、81は。ウェブサーバーが都道府県数、生成した C を増やすにはこの値を増やしてください。承認しましょう。さあ、81、63度、90にはダメと。82、OK ですね。今日かもしないでしょ。合計1300の2624、足りないのかな。生成 CU が36000で、ウェブサーバーが2000。この値を増やしてください。こことか関係ないよね。合計36000、ここでいいもんね。ラックかな。これも正直いまいち分からずにやってますからね。デバイスとか変えれるか。スループバット1200、データベースループバット、ウェブサーバー、ウェブサーバーが足りないってことですか。じゃあちょっと買いますか。お金なくはないんでね。値段の差がすごいな。なんであれだけ高いんだろう。異常な差があるな。これも密集しない方がいいんじゃないの。どうですか。ちょっと待って、あげよう。ほら、そう、全部あげよう。お金ないんで。オッケー、447万か。86万しかない。これはまだ入れなくていいですよね。サーバーをもっと入れましょうということですよね。あ、クーラーありますね。これ小型ラック、クーラー挟む感じかな。で、つけらんない。うちょ、一旦戻ります。そこは研究だね。制作部分で、中級のシステム管理者。で、上級、あ、中級マーケティングも言っておきましょう。中級系の他の学職も増やしていって。いやー、こいつらじゃどうにかできないかな。二人いらなかったね。まあ、買うときにはいると思うんですけど、今いらないんで、もう3日くらい消えてくれ。よ、ステイホームしてください。私なんてはいらないです。全部一応いるっちゃいるのかな。減っちゃいますね。一応あそこの部分でこのパラメータ使っているので、まあ、いるんだろうと。今回一応初めてサーバーがね、分かったかなと思います。まあ、管理等ねできるようになりました、最低限は。で、まあ一応民間から買っているね、これね、限界があったみたいですね。そんなね、まあ多分自分でやれっていうことのかと思うんですけど、まああれの管理費ちょっと見ますか。やばいでしょ。まあ、この辺までか。ちょっと減らすか。儲かってるんですけどね。まあ仮想サーバーが払ってるやつで、この電気料金21000、あ、そうでもないな。で、まあ、ここが多分、ホスティングがそこのサーバー全部だね。全部で合わせて、今のところ、まあ、1日30日か。で、5万くらいだね。ざっくり、まあ、4万くらいか。で、安いですね、全然ね。あっちの方がいいのか。これからしっかりとそこの部分もやらないといけないと。まあ最低限組めばコピーはできるんで、それでいいと思うんですけど、まあ定期的にちょっと見に行かないといけないね。今もまあ作っているので、
まあ、その後だね。370円、増えてるね。いくら、1000万だっけ。いつ行けるかな、まあ、とりあえずここまでにしましょう。